こういうふうに焼けてくる、じくじく出てくるとこれが焼けてきたらサインなんですよね。へえ。熱いよ。熱いよ。じゃあ塩検査ね。そこに立って片目隠して。はい。え？ネギ？緑の部分の方向答えて。方向は？上。方向は？右。方向は？下。じゃあこのネギの品種は？え？品種？な、長ネギ？ちょっと待った。農研ネギでしょうが。農研ネギ？そうだな、農研ネギっていうのは、ここで説明するより産地へ行った方が話が早い。ヤットロ君、これから埼玉産直センター行ってきなさい。はい、じゃあ分かりました。行ってきます。よし。どうも、ヤットロです。あ、持ってきちゃった。今日は農研ネギという珍しい品種を紹介するために埼玉産直センターにお邪魔してます。こちら。おはようございます。あ、どうぞ。埼玉産直センターの理事の吉岡さんとネギ部会の貝澤さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。一日いろいろね、農研ネギについてお教えていただきます。はい、それでは早速畑の方行ってみたいと思います。いいですか。はい、せーの、今日もやったろう。楽しく学ぼう。せーの、農研ネギクイズ。イエーイ。はい、それでは畑の方に、来ました。吉岡さん、今日はですね、農研ネギについてまだまだ知らないことがたくさんありますので、ぜひちょっとクイズ形式でいろいろ勉強させていただきたいと思います。はい、やったろうさん、はい、クイズを全問正解したら美味しいご飯が待ってますよ。あ、本当ですか。あれ、吉岡さんが作ってくれるんですか。いえ、お母ちゃんが作ります。あ、お母ちゃんですか。はい、はい、じゃあぜひあの全問正解して、食べたいと思います。楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いします。第1問、この農研ネギは昭和33年に誕生したものなんですが、現在は何合目だと思いますか。何合目。昭和33年からですよね。はい、10とか2合目です。ピンポン。もともと農研1号が昭和30年にできました。それでそのネギがちょっと具合が良くないということで、もう昭和33年に農研2号として新しく出来上がりました。で、その農研ネギ2号が今までずっと続いてるっていうことですか。そういうことです。あ、そうだったんですね。農研ネギ2号を今までずっと守り続ける中で、あの大変なこととかっていうのはありましたか。実は種苗会社に種を頼んでいたんですけど、それができなくなってしまいました。それからは自分たちで自家採取していこうということに決めて、今までずっとやっています。第2問、自家採取を果敢に続けましたが、ある日別の種苗会社から種が年を取っているという指摘を受けました。へー、年取るんだ種。元気な時の種と年を取っている種、それぞれの色をお答えください。ヒントはどっちかが緑、どっちかが黄緑色です。緑か黄緑ですね。黄緑が若い感じするんだよな。元気緑。わかりました。元気な方が緑、年を取った方が黄緑。ピンポン。やった。種も年を取るってあの初めて聞きました。なんか人間みたいですごい面白いですね。驚きますよね。
それから、自分たちもその種苗会社に助言をもらいながら、自分たちでその種を取り続けているんですよ。最終問題です。農研ネギはネギとしては珍しくハウス栽培をしています。交配の際にハウスに投入するものは何でしょう。交配の時にハウスに投入するもの、いちごの畑を見学させてもらったことがあって、多分分かりました。ミツバチ。ピンポン。よっしゃー。農研ネギは柔らかいというのが特徴のため、傷みやすい、見た目が悪いなどの理由から市場にはなかなか出回らないんですよ。私たちは農研ネギを守り抜きたいというこだわりがあり、多品種と交配させないためにハウスで育てています。交配にミツバチを投入しています。なるほど。でもどうしてそこまで農研ネギを守り続けようって思ったんですか。農研ネギは自分たちの親世代が作ったものです。なのでたくさんの方に不安になってもらって後世まで作り続けていきたいのが一番です。ということで、やったろうさん全問正解です。やった。ここで農研ネギの栽培スケジュールを見てみましょう。12月種取り用に選んだ苗をハウス内に定植します。翌年の3月にハウスにミツバチを入れて種を交配させ、5月になると育ってきたネギ坊主から種を採取します。さらに翌年の3月に選別した種をまき、6月に収穫用の苗を定植します。11月後半から翌年1月にかけてこれらを収穫します。なんと農研ネギは種取りの準備から収穫まで約2年かかります。2年。農研ネギはこの作業を繰り返してできているのです。こんなに栽培に時間がかかるんですね。わー、長いな。さて、お待ちかねのご褒美ランチタイムです。わー、手間暇かけて育てた農研ネギ、一体どんな味なんでしょうか。どんな味なんだろう。続きをご覧ください。農研ネギでご褒美ランチタイム、イエーイ。はい、先ほどですねクイズで私全問正解しましたので、お昼を作っていただきたいということで、今日はですね吉岡さんの奥様と、貝沢さんの奥様、急遽参戦していただいてますので、お昼の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あれ、ちょっと一つ気になったんですけども、ネギが見当たらないんですけど。あります、あります、あります。せーの、お父ちゃん、これ持ってきたよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんかいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい来たんだけど。おー、すげえな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと、ありすぎじゃないですか、これ。多いですね。はい、じゃあ、頑張って料理やっていきましょう。はい、はい、はい、お願いします。ご褒美ランチは、焼きネギとネギ豆腐です。私たちはネギ豆腐を作ります。焼きネギは、秋池さん。はい。はい、焼きネギ名人の秋池さんが作ります。はい、すごい楽しみになってきました。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。これネギって結構この白い部分と青い部分ってこう、はいはい、使い分けとかって聞くんですけど、なんか上手な使い方とかありますか。白い部分はやっぱり鍋料理とか、はい、あとまあ中華料理とか、うん、そういうのに一緒に炒めたりとか、はいはい、いいと思うんですよ。はい、はい、あと青い部分は豚の角煮とか一緒に煮るときに、まあ、臭み取ったり、まあ、香り付けしたりとかそういうのに使います。そんな感じで使い分けたりしてるんですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。
でもいい匂い。でも結構汁が出てきて。はい、じゃあ完成です。完成です。はい、それでは、秋池さん、はい、焼きネギの方なんですけど、はい、どんな感じで焼いていきますか？はい、ネギは見てもらって分かるようにこう根元の方が太いんですよね。ここがなかなか焼けるのが遅いので、それを火の強いところに中心に置いていきます。そんで農研はこう分結しているので、これをこういうふうに割ってもらって、で並べるようにしていきます。こういう感じで、こういう感じですかね。はい、はい、ケイキさん、これ時間的にはどのぐらい？そうですね、だいたい10分も見ていただければということなんですけど。そろそろもうできそうですよ。あ、そうですか。秋池さん、これ結構焦げちゃってません？これがね、美味しい秘密なんですよ。これをね、一枚剥いて食べるとすごい甘くて美味しいんですよ。で、一枚やってみますね。はい、こういう感じで、こういう感じで、わー、すごい綺麗ですね。こういう感じで剥いてもらって、はい、これを、ね、食べてもらうと柔らかいんですよね。はい、そうだったんですね。あともう一枚剥いてみますね。うん、すごい、そう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 、そう、ね、これですごいあれでしょ、うんうんうん、なんかでこれでもう食べられます。柔らかそう。どうですか、食べてみてください。いいですか、ここガブッといってください。ガブッと、はい、根元の方だよ。根元の方で、はいはい、いきますよ。はい、熱いよ熱いよ熱いよ熱いいや、もうめちゃくちゃ甘いです。そうでしょ、ね、そうでしょさっき生食べたんですよ。辛っ、全然違います。うん、もうすごい美味しいです。もうこれ柔らかいんです、トロトロですね。すごい甘い。熱かったでしょ、はい、うん、まあ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、それじゃあ、お料理の準備の方ができました。海澤さんと吉岡さんの奥様、ありがとうございました。それではね、食べていきたいと思います。お腹すきましたか？はい、はい、じゃあいただきます。いただきます。うん、吉岡さん、これすごい柔らかいですね。そうでしょ、うん、で甘みが強い。めっちゃ熱いです。うん、このね、お豆腐との相性もすごく、これでもすごいシンプルですよね。ネギとお豆腐と鰹節、ええ、すごいシンプルだけどこれ美味しい。うん、トロトロですね。そうですね、うん、今これで食べようかなと思った時、うん、もう一枚もう一枚、うん、ここからもう一枚、そうそうそう、ここからもう一枚むくの。白いとこすごい綺麗ですよね。これもう一枚ぐらいですか。うん、これでもういいですか。それでかじっちゃダメ。かじっちゃダメ。ここを切るから、はい、そうすると、うん、ここから水が出るから、うん、それを吸うの。そうそれが一番うまい。うん、うまい。汁が出てくるんですよ。そうそうそう、これが一番うまい。あきえさん、ありがとうございます。
猫来た。猫来た。ナイトリ成功。ネギといえばやっぱり農研ネギ。